こんにちは、プロトです。今回なんですけども、極ダイヤウェポン捕獲作戦に黒魔導士で行ってみました。よろしくお願いいたします。黒魔導士で戦う時の考え方とか、どういう風なところを見て戦ってるのかをお伝えできればいいかなと思います。そして今回使っているマクロはこちらですね。ゲームエイトさんにお借りしたマクロを使っております。そしてレイドファインダーでの突入になります。これはレイドファインダーで突入したバトルになっていますので、どうかよろしくお願いいたします。そしてまだ10周ほどくらいしかやっていないので、そこまで煮詰まった動きにはなっていないところはちょっとご了承願いたいかなと思いますが、まあ、ある程度どうやって考えて動いてるよっていうところが大体同じになってくると思うので、そこのところをね伝えていければいいかなと思います。今回黒魔導士はD4 という位置で、ST 側チームなので向こう側ですね、向こう側にできた足場で戦う方になりますが、開幕は俺の大好きなファイガスタートです。ちょっと違うのは早めに魔紋を引いていきます。そして0秒でファイガスタートをしていくという形で、こっち側にも魔紋を引いてしまいます。でファイジャを打ち切っていって、3連魔入れて2発入れた後ぐらいにね移動していきます。移動するタイミングは GCD 回してる間に移動してしまうのがいいかなと思います。ちょうどワープしたら GCD が帰ってくるので、できるだけワープする前はこう何かこう GCD 技を打った直後に入るっていうことを意識しております。で1回目の走行展開がやってきましたね。走行展開がやってきた場合なんですが、必ずその処理が終わった後にワープをしなかった場合ですね、ワープしなかった場合は必ずワープをして反対側に移動していきます。今移動したように移動していきます。でこれを必ずやるっていうことですね。ワープした場合はそのワープした場所でとどまるんですけども、ワープしなかった場合ですね、相手チームが飛んできた場合は必ず逆サイドへ処理が終わった後に移動する。これを心がけて戦った方がいいです。というのも4人に分かれるのを常に意識しておくといいかなと思います。今相手チームが渡ってきたので、この処理が終わった後にすぐに戻ります。でそうやって4人4人っていうのを常にキープして戦っていきます。というのもこのダイヤレインっていうやつが人数によってダメージが変わってくるんですね。これデバフのつく量が変わってくるんですけども、5人以上になってくると結構痛いので、必ず4人で受けるようにするために今そういう形ですね。飛んできた場合は飛んでいくっていうことですね。で今回は自分たちが飛ぶ番で、で肩が開いているので3回ですね、3回するときはしっかり距離を空けておくと、まあそんなに広い範囲ではないんだけれども、まあ、しっかり距離を空けておかないと2つかぶっちゃうと死んでしまいます。でフォトンバーストのときは後ろへ下がっていき、で終わったらまた中央に近づいていく。でなんで中央に近づいていくかっていうと、そのヒーラーさんのヒールに漏れないようにっていうことですね。だからヒーラーさんの位置を意識しながら戦っております。さあコード666が来ました。これ直前、もうたげれなくなるので、できるだけ、ね、無影響の技を突っ込んでからね終わらせております。で、青色のそばへ近づいていって、紫の線の場合は横へ飛ばされます。紫じゃない場合は縦に飛ばされてっていうことですね。今回はこっち側がアンチになるので、もうここで激星魔を使って魔紋を引いてですね、サンダガスタートをしていきます。でファイガーを打って、ファイジャをまあ6発打った後に3連魔のデスペアコンボがねいけるので、デスペア打ってからマナフォントファイジャーデスペアのやつが、ね、ギリギリ入ります。ここはギリギリになるので、ちょっとね映像の方が止まっちゃっているかもしれません。ちょっと録画の調子が良くなくて止まってますかもしれません。はい、
で、ここは敵の向きを見てですね、弾がある方向を確認してから、まあ、しっかり避けていきましょう。弾の位置をしっかり確認するですね。で、アウトレイジが痛い範囲なので、どこかのタイミングでアドルをねしっかり入れてあげてください。もう俺は最初の時に使ってるのかな。最初のアウトレイジは2発来るんですけど、そのアウトレイジの炎症終わりぐらいに入れると2発分を軽減できるので、最初のやつに入れるのはおすすめです。で、今回反対側に弾がないので向こう側で爆発します。で、ここは斜めに飛ばされるので注意しておきましょう。斜めに飛ばされるっていう、まっすぐ飛ぶと下に落ちちゃいます。で、それから、もう一度ね敵が飛んでいくやつが来るんですが、アームビットが来ましたね。アームビットの位置を確認しておきます。敵の向きを見て、アームビット側が後ろだから嫌なタイプですね。この時は進行方向とは逆側へ移動していって、なんかちょっとねこの斜めになった部分あたりがアンチになっております。で、敵の向きを確認して、あ、今回は大丈夫だなというのと、手の間にいるっていうのをね、これ手の間結構忘れやすいのでそこを注意しておきましょう。非ダメージ増加がつくのかな。なのでついてしまうと、特に打たれ弱いクロマ同士にとってはね致命的になるので、しっかり間に入っておくということです。で、魔紋はね、もうリキャストごとに今回引いていくという形でいいと思います。で、まあ、なんかちょっとね、全部使い切れないことが多々あるんですが、それでも、まあ、使っちゃった方がいいかなっていうイメージですね。はい。で、敵の飛んでいった先に弾がある場合は、向こうに戻っていくので、弾の方に行って、で、ここは敵がドーンと着地した後に、剣術魔を使えばここで飛ばされません。で、手のない方ね、います。で、このあともうちょっとするとたげれなくなってしまうので、まあ、できるだけ強い攻撃を打っていきますが、ここでね、たげれなくなってしまう、残念ですね。で、中央に現れるんですけども、現れた時にすぐタゲれるように、まあ、タゲチェンジなんかを連打しておけばすぐにタゲれるのかなと思います。で、タンクに被らない位置に立っておいて、中央にたまにいるタンクさんがいるので注意してください。あともう一つ、ここが奇数島なのか偶数島なのかを最初に確認しておいてください。まあ、奇数偶数で覚えてもいいし、青色と赤色とかで覚えてもいいんだけど、俺の場合は数字で覚えるがいいので、奇数島偶数島で確認しております。7だったので3番の位置ですね。で、これしっかり角に端に立ってあげましょう。でないと、あの扇がね中央に待機してる人とかに当たってしまうので、で、終わったら、サイコロが終わったら必ず自分の基本の位置に移動しておきます。で、D4 であれば右側の方ですね、偶数側ですね、偶数側に移動しておきます。で、そうしないと、後で来るギミックの時にちょっとね人数がちゃんと均等になっていないと不利になるやつがあるので、ここで調整しているという形ですね。で、この1回目のこの手のやつでどっちかのチームがワープすることになりますが、向こうがワープしてきたので、この処理が終わったら必ず逆のね位置へワープして 4人4人っていうのをしっかりキープしておきます。まあ、ダイヤレインがちょうど来るタイミングでもあるんですけども、この後のビットの処理の時にね4人4人になっていないと投処理をうまくできなくなるので、必ず4人4人になっているっていうことをねここでしっかり確認しておいてください。さあ、2回目のアームビットが来ました。ここではマクロに従って行動していくんですが、今回のマクロではビット側に捨ててから
移動、AOE を捨ててから、ワープに入るというパターンです。この場合は AOE が出現したらすぐそのビットの近くにあるねワープ装置に乗ってワープしていきます。ワープしたらすぐに等処理があるんですけども、まず先に手の処理があります。手のビームが見えたらすぐに等に入って処理していくという形です。でもしもそのビット側じゃない場合ですね、ビット側じゃない場合の処理パターンもきっとあると思うんですけど、そっちのマクロがあった場合はビームじゃ、ない方に捨ててすぐにワープに入るんじゃなくて、ビームが発動してからワープに入るっていう形で、処理するといいのかなと思います。でまあそんな感じで今回は、終了ということですね。はい、黒魔導士楽しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。